はい、どうも、哲学とです。今回はですね、従者、スコンドレールの、おすすめの装備について、お話ししていきたいなと思います。まあ、スコンドレルはですね、まあ、スキルの方に、クリティカルヒット率、アップ系のスキルが、含まれてて、まあ、敏捷性をね、25K まで、積んだ状態にすると、まあ、クリティカルヒット率が 4% アップすると、いうこのアナトミーと、そしてですね、ナイトベールですね、まあ、これが非常に強力で、スコンドレールが20ヤードの、範囲を、煙で覆うと、持続時間は4秒でスコンドレールの敏捷性によって変化すると、煙の中にいる敵に対する攻撃は全てクリティカルヒットになるというものになりますので、まあ、非常にこのナイトベールが強力というようなキャラクターになってくるんですけども、まあ、クリティカルヒット率に依存する、まあ、全ビルドね、まあ、火力が上がるようなね、形にはなるんですけども、まあ、固定スキルダメージとか、あとクールダウンをね、持った方が、火力が上がるね、場合なんかは、エンチャントレス、の方も、おすすめになってくるので、まあ、クリティカルヒット率が大事なビルドに、まあ、おすすめの従者かなと思います。まあ、火の鳥ウィザードなんかは、まあ、結構ね、エンチャントレスよりも、スコンドレールの方がシーズン28は火力が出そうなので、まあ、ぜひね、作ってみてほしいなと思います。で、スキルの方おすすめのものとしては、クリッピングショットですね。遠距離攻撃を行い、敵に武器ダメージの 1.4% のダメージを与える。遠距離を受けた、攻撃を受けた敵は6秒間移動速度が 80% 低下する。秒数はスコンドレールの敏捷性によって変化するというものなんですけど、まあ、このクリッピングショットを入れておくとですね、まあ、多くのビルドで採用されている囚われし者の悪夢ですね、操作障害の影響下にある敵に対するダメージが 60% 増加する。これがまあ、離れた敵に対しても、効くようになってきますので、まあ、一つ目は、クリッピングショットがおすすめかなと思います。で、二つ目が、アナトミー、あなたとスコンドレールのクリティカルヒット率が 4% 上昇するというものになりますので、クリティカルヒット率を重視したいんだったらこちらだし、あとですね、もう一つ、6秒間与えるダメージは 3% 増加するというものになる、ヒステリアというスキルもあるので、まあ、これはビルドによって、切り替えるという感じかなと思います。まあ、こちらのね、3% ダメージアップも、結構いいので、あんまりクリティカルヒット率が高くないビルドなんかでは、アナトミーも、ヒステリアもね、選択肢に入っていくかなと思います。で、次、ピアシングショットですね。敵を貫通し、武器ダメージの 500% のダメージを与え、敵が受けるダメージを6秒間 10% 増加させるというものになりますので、ピアシングショットがおすすめかなと。まあ、で、最後の一枠が、先ほどお話ししたね、ナイトベールですね。まあ、4秒間、確定で、ダメージアップさせて、クリティカルヒットになるというものになりますので、まあ、これが非常に強力かなと思います。あと、バニッシュというね、致死回避の、スキルもありますので、まあ、死にやすい、場合なんかは、このバニッシュを選んでもらうのもいいと思うんですけど、まあ、ナイトベールがとにかく強力なんでね、ナイトベールがおすすめかなと思います。で、まあ、装備品の方なんですけども、まあ、今回も、片手の方にね、ホーミングパッドですね、入れてるんですけども、まあ、このビルドもで、この従者もですね、クールダウンが非常に重要になってくるんで、まあ、クールダウン、なるべく乗せてほしいなと思います。で、まあ、私はこのね、経験値ボーナスの方入れちゃって、ま、のためにルビー入れちゃってますけど、ここをね、ダイヤモンドにすることによって、クールダウンが 25% 短縮されますので、まあ、ダイヤモンドを普段ははめておくといいかなと思いますね。で、まあ、従者の装備についているクールダウンも、従者のスキルの方に適用がされますので、まあ、なるべくね、多くクールダウンを積んであげることによって、まあ、各スキルが早く発動していくようになるかなと思います。で、そうですね、鎧の方も、は、まあ、なんでもいいけど、ボーンセットにしとくと、あれですね、経験値アップとかもつくので、ボーンセットもいいかなと思いますね。で、武器の方なんですけど、ブリザードキャノンの方は私は入れてますね。ここ全スキルのクールダウンが、10% つくので 10% つけてあげるのと、
まあ、これつけてるとね、攻撃命中時に、確率で敵を凍結させるという効果がついちゃうんで、まあ、これが嫌な場合は他のものにしてもいいんですけども、ブリザードキャノンの効果として、自分の投射物が敵を貫通する回数が2回増加するというスキルがついてくるので、まあ、この従者のスキルの中の、クリッピングショットだったりとか、あとね、ピアシングショットが貫通、2回貫通してくれるので、まあ、より多くの敵に、ダメージアップの効果をつけることができるというのが、いいかなと思って、ブリザードキャノンにしています。で、手の方は進行のグローブですね。ここも全スキルクールダウンが、乗るので、全スキルクールダウンと。まあ、シーズン28限定の効果でね、ホコラの効果の持続時間が10分間になるというものがありますので、なんだろうな。シーズン28限定のポーションを使った時にホコラの効果が発動するので、ね、効果時間を10分にしたいので、進行のグローブを入れているという感じですね。で、ベルトと下衣は、クリムゾン船長の方を入れています。まあ、これ入れるとね、まあ3セット効果で、2セット効果で、あらゆるスキルのクールダウン時間が 20% 短縮がつきますので、こいつを入れてあげるという感じですね。で、足はアイスクライマーですね。凍結と移動不能効果を無効にするということで、まあ、従者がたまに凍結して動けなくなっちゃったりとかするので、アイスクライマー入れとくと、まあ、すぐに追いついてくるので、いいかなと思います。で、そうですね。トークンの方は従者が死ななくなるものにしています。まあ、クールダウンが早い方がいいということで、ここね、クールダウンが半分になるものにしたいとかっていう方もいらっしゃるんですけども、まあ、低い階層のね、周回だったら、そちらの方が、火力が出るかなとは思うんですけど、まあ、GR140 以降になると、従者が頻繁に死ぬようになってしまうので、まあ、従者が死ななくなるの方が安全かなと思います。まあ、従者が死んでしまうと、時の方向のね、東門の効果時間2倍だったりとか、あと宿敵の湾行のね、まあ、効果なんかも切れちゃいますので、まあ、なんていうのかな。基本的には従者が死なないように、従者が死なないトークンを入れといた方がいいかなと思います。で、そうですね。まあ、アミュレットとあと湾行については、時の方向、宿敵の湾行を入れていただいて、あと眼球の指輪ですね。まあ、全スキルクールダウンを乗せてほしいんですけど、まあ、この指輪の効果として敵を倒すと一定の確率で力の領域が生成される。この領域内にいる間は与えるダメージが 85% 増加するという効果つきますので、まあ、なるべくね、敵倒した時にできてた、輪っかの中に乗ってあげることによってね、85% ダメージがアップするって結構でかいので、なるべく乗るようにしてみてほしいなと思います。で、最後の一つが、OK のイコの指輪ですね。セットボーナスに必要なアイテム数を一つ減らすというものになりますので、まあ、今回はそれを使ってクリムゾンのね、効果を乗せているという形になります。はい、まあ、スコンドレールね、非常に、まあ、強力な、クリティカルヒット率アップの、効果を持ってますので、まあ、火力をとにかく上げたいよっていう方は、このね、スコンドレール選んでみてほしいなと思います。まあ、特にナイトベイ、リフトガーディアン戦なんかでね、ナイトベールが発動すると、まあ、一気にね、ガーディアンのライフを、削ることもできるかなと思いますので、まあ、ぜひね、なかなかちょっと火力不足で、ガーディアンが倒せてないとかっていう方は、スコンドレールの、ナイトベール使ってみてほしいなと思います。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。